皆様こんにちは。私イタリアから参りましたキャラコマスリと申します。本日皆様にお話しさせていただきますのは、今からほぼ3年前日本へ留学していた時のことです。大学は大阪の方で、そこでは日本文学の勉強に専念していたのですが、神戸に様々な活動をされている多言語センターがあると聞き、当時は多文化交流異文化交流や多文化共生といったものに大変関心がありましたので、そこのインターンシップに応募し、半年間お世話になりました。その多言語センターの中には、実はいろいろな団体が入っており、多言語ラジオもあれば、ブラジル人、神戸に住むブラジル人や、ベトナム人の団体もあり、さらにはもちろん翻訳と通訳の団体もありました。ここは他の翻訳と通訳の団体に比べれば、とても斬新で貴重なビジネスに取り組んでいました。それは医療通訳でした。おそらく皆様はあんまり医療通訳という言葉とはあまり馴染みがないかと思いますが、ここでは一旦それを置いといて、今からある女性の話をさせていただきたいと思います。その女性はマリアと言います。30歳の時にブラジルから夫と日本に移住し、すでに10年間が経ちました。12歳のロナちゃんと7歳のルカ君という子供もいます。マリアさんは大変体が強く、来日してからはほぼ病気になることはありませんでした。風邪をひいた時には病院には行かずに、大体ブラジルから送ってもらった薬を飲んで済ましています。しかし最近は気づいたらいつもより血圧が高く、胸が苦しくなることが多々ありました。どうしようか散々迷った挙句、いよいよ病院へ行く決心をします。日本語で日常会話ができるから病院でもなんとかなるかなと思っていたら、受付の団体ですでに自分の症状がうまく説明できないことに気づきます。なんとかジェスチャーで胸が苦しいことを伝えて、早速お医者さんに診てもらうことになります。その日はレントゲンを取って、この薬を買って飲んでくださいということで返されますが、やはり心臓に何か見つかったらしく、できれば誰か通訳してくれる人連れてまた来てくださいとのことでした。失礼しました。病院に滞在した時間は2時間もかからず、あっという間の診察だったのに、マリアさんにとっては1日のように長く感じました。自分の思い通りに症状などが伝えられなくて悔しかったし、とても疲れました。それに先生に書いてもらった薬、こんな難しい漢字を見たことない。なんとか薬局の人に紙を見せたら買えましたが、服用方法や効能などが全く分かりません。マリアさん困りましたね。皆様ならどうしますか？皆様は海外で病院へ行かれたことはありますか？もしかしたらこの中にはマリアさんと同じような経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。マリアさんは最初、日本語ネイティブレベルで話せる、長女のラナちゃんについて聞いてもらおうかと、迷いますが、部活が大変忙しいラナちゃんは毎回病院へついていく余裕はない でしょうし、それにマリアさんは自分の体のことで娘に精神的な負担をかけたくないと思っています。日本語ができる友達にお願いすることもできますが、通院が長引く可能性もありますので、なかなか頼みづらいですよね。さらに個人でプロの通訳者に頼む場合は3時間で3万円前後という高額になってしまいます。マリアさんみたいな人は日本中に大勢います。そして特に年配の方は周りに迷惑をかけたくないがために、薬だけ飲んで家でずっと我慢してしまう人が多いのです。しかしもし気軽に利用できる医療通訳の派遣システムがあれば利用しようと思うのではないでしょうか。神戸で関わらせていただいた NPO は、 NPO が取り組んできたのは患者、医者、そして通訳者をつなぐシステムです。流れとしては、患者が病院に通訳の依頼をし、病院がコーディネーター、NPO のコーディネーターに依頼、通訳派遣の依頼をします。そしてコーディネーターは、依頼内容に適した通訳者を探し派遣します。診察日に通訳者が病院に来て診察、検査、そして会計が行われます。
製薬料は患者さんの方は3割を負担し、残りの7割は病院が負担します。さて、金額が気になるところです。いくらだと思いますか？いくらなら払えますか？この NPO では4時間につき5000円かかります。1500円は患者さんが負担し、3500円は病院が出します。高いでしょうか、安いでしょうか？通常の通訳料金を考えれば格安だと言っても過言ではありませんが、収入がなかったりまた少ないという人にとっては高いと思われても仕方がありません。また病院側からすると、特に小さい病院の場合は、医療通訳を利用する患者さんが年に 3,4 人程度なら負担してもいいが、もしその数が一気に増えるのなら難しいというところも出てくるかもしれません。2016年でこの NPO を通して依頼された医療通訳は300件近くありました。単純に考えて、毎日どこかの病院で医療通訳が利用されているということになりますね。依頼言語は、英語、ベトナム語、そして中国語がトップ3で、その次にはロシア語、ポルトガル語、スペイン語も非常に多いと聞きます。ここ10年間ぐらい多数のアンケートなども取られ、このシステムがあって助かるとか、もっと広めてほしいという声がたくさんありました。しかし1500円はやはりまだ高い、無料にしてほしいという声があったり、そして外国人がたくさん住んでいる、地域の病院が他と比べて通訳料で大金を支払わないといけないというバランスの問題があったりしますので、まだまだ改善の余地があります。さらにアンケートからは、患者さんや病院ではなく行政からお金を出してもらえばそれが一番いいんじゃないかという意見も多く見られます。おそらくビジネスする側からの人間からしても、なんとなく医療通訳は政府が世話をしてくれたらいいというお考えの方が多くいらっしゃるのではないかと思います。しかしだからこそ、逆にそこには民間人や企業に関わっていただく新しいビジネスのチャンスがあるのではないでしょうか。例えば最近は高度な治療を求めて日本へ来る中国人が増えたということから、医療ツアーというものができ、これからの観光ビジネスの目玉として注目を集めています。それに日本で看護師やホームヘルパーが不足しているということで、東南アジアなどから受け入れる体制ができたのですが、日本語能力が不十分ということで国へ返されるケースが少なくありません。もしその間に企業が入って外国人の看護師と医療通訳をうまいことつなぎ合わせれば、日本の今後の最も大きな課題となる高齢化や老後介護の対策にもなるのではないでしょうか。さらに2020年のオリンピック・パラリンピックを控え、外国人が医療機関を訪れる機会が激増している中で、ビジネスがそれにどう働きかけるのかが期待されています。日常から医療通訳に関わる方たちは、地域医療サービスを受ける住民たちがとても多様であり、その中には日本語でのコミュニケーションが難しい人もいることを実感しています。ところが一般的に医療通訳という言葉から連想されるのは、大事なことだけれども自分には関係ないという感情のようです。また日本にほぼ日本人しか住んでないから、そもそもそういうシステムがいらないんじゃないかという人も少なくありません。しかし2016年で外国人登録者数は230万人を超えており、年々増加傾向にあります。もちろんその中には後に日本国籍を取得した人たちや、外国出身の親と日本人の間に生まれて日本国籍を選んだ人などは入っていません。このように日本、逆に例えば在日韓国人や在日の方で日本外国人登録をしているけども母国語は日本語というケースもあります。このように日本という国で暮らす人々がどれだけ多様であるかということが分かります。病気は日本語が分かろうが分かる前が関係なく誰にでも起こりえます。しかし病気になった時に日本語が分からないために病院で遠慮してしまったり、分かったふりをしてしまい、受けられるはずの治療を受けられないこともあるのです。
欧米と比べて集団主義だからなのか、日本人は平等という言葉をとても大切にしている気がします。ところが解釈によっては平等イコールみんな同じ扱いというふうに捉える人も多いように思います。しかしそうなるといわゆるマジョリティに入らない人たち、つまり特別な事情を抱えている人たちはどうなるのでしょうか。同じ扱いを受けても同じ結果にはならないのではないでしょうか。ですから私は扱いとしての平等ではなく、その人その人のニーズに対応することで結果としての平等を目指すべきだと思います。地域住民 として暮らす多様な背景を持つ人々がみんな安心して病院に行くことができるようになることは、まさにこの結果としての平等の実現ではないでしょうか。きっと国レベルで医療通訳の制度が整っていれば、日本各地でそれを利用する人も増えるに違いありません。また通訳者やコーディネーターの方ももはやボランティアに近いような形ではなく、医療通訳のプロとして認知され、司法通訳や会議通訳などに並び、医療通訳もちゃんとした業務として認められていくと思います。まだまだ知られていない、医療通訳ですが、グローバル化やグローバル人材の必要性を唱えている今の日本ビジネス界において大きな可能性を秘めているのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。Come sta Chiara? 私の知ってるイタリア語の一つですけどもBene、ちょっともう緊張していてもう体が震えてます私がもしイタリアに行って住んでいた時に同じように医療で悩むとしたら、今キアラさんが言ったようなことに当たると思うので、そうですね、非常にいいお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。キアラさんはこのスピーチ大会に挑戦しようと思った理由は何でしょうか。そうですね、まあ、実は前からスピーチにチャレンジしたいなと思っていたのですが、なかなか機会がなかったり、まあ、大学の勉強で忙しかったりしてなかなか今まで機会なかったんですけど、まあ、今回はちょうど私も今オックスフォードにいるので近いですし、ぜひ挑戦してみたいなというふうに思いました。キアラさん自身は日本で病院に行ったことあります？あ、はい、あります。言葉はどうでした？そうですね、まあ、私の場合本当に大したことではなくて、まあ、ただこう熱が出て心配してちょっと見てもらっただけなんですけれども、私はまあそこまで問題はなかったのですが、結構友達、同じように留学生で友達から聞いた話では、やはりもうちょっとこう病気であるとか、もうちょっとこう、こう深刻なケースはやはりこう通訳がないと、まあ、どうしても通じないというケースが結構あるみたいです。神戸にある NPO が通訳をしてくれるということですが、はい、はい、1時間5000円って言いましたよね。はい、4時間につき5000円。4時間で5000円。あ、はい、4時間で5000円。はい、それは高いと思います？そうですね、まあ、個人的に見て個人的には安いと思います。安いと思う。本当になかなかそういうサービスはないと思います、うん、はい、イタリアとかイギリスにそういうサービスありますかね？そうですね、イギリスとか英語系になると結構あると思うんですけど、イタリアはそこはまだかなり遅れていてないですね。そういう、まあ、病院によるんですけれども、例えば私の町ですとなかなかないと思います。そこまで大きい町ではないですので。日本人がロンドンにたくさん住んでるんですけど、はい、日本人向けの日本人のお医者さんがいるクリニックがありますね、はい、でそれは日本語で通じるんですけども、もう少し重症とか重たい病気とか、それから産婦人科とかですね、日本人のお医者さんではどうしようもない時にはこちらの病院を紹介してもらっていくんですけども、はい、その時には日本人の通訳をつけるんですよね、はい、で通訳サービスっていうのは患者の方で見つけて行って、病院の方で見つけるんじゃなくて、はい、患者の方で日本のクリニックから連れてもらうという感じになるんですけど、はい、日本では今病院がもっと国際的になるという話でしたけども、はい、かなり難しいんじゃないかと思うんですけどもねどうですかね。
ですね、まあ、確かに、まあ、スピーチでも申しましたように結構、まあまあ、できればそうですね、もっといろんな、まあ、団体とかそれこそ企業に関わっていただきたいですね。そうすればもう少し、まあ、まあ可能性があるのではないかと思いますけどね。外国人も、まあ、毎年増えてきていますし、まあ、そういう多文化共生とか異文化交流に興味を持っておられる方も増えてきていると思いますので、まあ、可能性はゼロではないと思います。この通訳とか病院の問題はビジネスチャンスになりますかね。はい、そうですね、私はなれると思います。私はもうビジネスの人間ではないんですが、もうこのスピーチのためにこう、まあ、たくさん考えたりこう読んだりなどして、いや、まあ、いけるんじゃないかなって正直思いました。まあ、これはまたはビジネスの専門家の方にまたお任せしますが。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much.